エドギフ・オブ・ウェセックス、または、エドギバ、オギーブは、ウェセックス及び、イングランド王、エドワード長慶王と、その二番目の日エルフ・フェドとの間の娘である。西フランク王シャルル三世の二番目の日、フランス語でエドウイジュ。エドギフの姉妹、エドギタは神聖ローマ皇帝夫一世と、エドヒルドは、フランス公ユーグ大公とそれぞれ結婚している。エドギフは年に、 西フランク王シャルル三世の二番目の人なり、後の西フランク王ルイ四世を生んだ。シャルル三世は922年に敗位され、翌923年にソワソンの戦いで敗北した後、シンオーロ・ベール一世と同盟を結んでいた、ベルマンド・アハク・エル・ベール二世に捕らえられ遊兵された。923年、息子、ルイの安全を確保するため、エドギフは、 ルイと共に、故郷イングランド王国のイボニー・アゼルスタンの宮廷に避難した。このため、ルイ4世は、ウトラメールという名で呼ばれる。ルイは936年までイングランドに滞在し、その後大いに着くため、フランスに呼び戻された。この時、エドギフも息子ルイと共に、フランスへ渡った。エドギフは、ランの修道院に陰性したが、951年に、 思わはくエルベール三世に誘拐され、エルベール三世と結婚した。息子ルイ四世はこれに激怒したという、ありがとうございます。